レントキルイニシャルは、イギリスサリー・キャンバリーに本拠を置き、世界70カ国以上で、外虫駆除や環境衛生マネジメント事業を行っている、多国籍企業。日本では、強立製薬との合弁による日本カルミック、株式会社を設立している、ロンドン証券取引所上場企業。1925年、インペリアル・カレッジ・ロンドンで、 昆虫学を研究していたハロールド・マクスウェル・レフロイが、ウェストミンスター宮殿に住み着いた、シバンムシの駆除を契機にレントキル社を設立。レフロイは、当初、昆虫駆除にちなんで社名を、レントキルとする予定であったが、商標権の関係で使えず、代わりにレントキルと名付けた。一方、1927年に、デンマークのソファス・バーントソン A、S が、 グループ会社としてネズミ駆除会社のブリティッシュラチンを設立ネズミの駆除から昆虫の駆除へと事業を拡大した。1957年にブリティッシュラチンがレントキル社を買収した際、買収された側に社名変更する形で1960年にレンタケルラボラトリーズリミテッドとなった。1969年レントキルグループとして ロンドン証券取引所に株式を公開したが、ソファス・バーントソン A、S は会社がレントキルイニシャルとなるまでレントキルグループの株式を保有し続けた。1996年、レントキルグループがベッド PLC を買収したことで会社はレントキルイニシャルとなった。イニシャルはベッド PLC が保有していた洗濯事業、トイレ環境事業から来ており、 かつて言っていたタオルのレンタル事業でタオル授受の確実性を高めるためすべてのタオルに頭文字をつけていたことに由来している。有害生物駆除のレントキルと環境衛生マネジメント事業のイニシャルがレントキルイニシャルの主力ブランドであるが、このほか、熱帯植物のレンタル事業をアンビウスのブランド名で行っている。売上としては有害生物駆除が6割以上であり、とりわけ アメリカ合衆国における外中駆除事業が最大の割合を占めている。上部にカルミック下部にレントキルイニシャルのロゴが入ったサニタイザー日本では1992年以来協立制約との合弁による日本カルミック株式会社を運営している。日本カルミック株式会社はイギリスのザ・ウェルカム。 ファンデーションと協立障子の合弁により1969年6月に設立され、オフィス用方向機のレンタルサービスなどにより知られていたが、1992年にレントキルグループが、同社の49%の株式を取得し、以降現在に至るまで、サニタイザーや外注区助成品のレンタル事業、環境衛生診断やトイレ、厨房、 オフィス空間向けの設備メンテナンス事業を行っている。ありがとうございます。